カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を試行中で、タイゲイ型潜水艦を念頭に入れているとの情報をキャッチしました。今回は、カナダが日本のタイゲイ型潜水艦注目、攻撃型潜水艦現地建造で、防衛省は落選かを詳しく見ていきます。やはり、日本の潜水艦は現地建造に弱く、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯がありますよね。フランスに横取りされたんですが、そのフランスはアメリカとイギリスに原子力潜水艦建造で取られました。もたもたしていたからだよ。日本における防衛力の用途位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、衆目の一致する見解とみて間違いないだろう。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、古い方から、順に親潮型8隻、双竜型12隻、タイゲイ型2隻で、この22隻体制を構築しており、これに加えて、親潮型2隻を練習潜水艦として保有、運用している。日本の海上自衛隊では、現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が、各年で、新造の潜水艦を供給しており、これにより、その建造能力やインフラの保持も確保されている。言うまでもなく、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ、すべてが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射管から運用される兵器を重兵装としている。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で、最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦うずしおであり、今年で25年目の慣例に止められている。海上自衛隊の潜水艦は、そのすべてが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成は、ほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に、大きく3種類に分けることができる状態である。まず、最古参の親潮型は、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上、海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成である。続く、双竜型は、1番、双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備えるディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進を実現している。そして、双竜型の11番艦、王竜、12番艦、東竜、そして現在最新鋭のタイゲイ型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用している。双竜型の11番艦、王竜以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びている。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非待機依存推進を採用することがマストであった感が強かったが、双竜型の11番艦、王竜の就役以後、その認識に変化が生じているようにも感じられる。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて、一時期は、双竜型を、オーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったが、成就はしなかった。この時、オーストラリアは、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたが、ご存知のように、それは、イギリス・アメリカとの新たな軍事同盟、オーカスの締結によって撤回された。オーストラリアは、このオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、
まず5隻程度調達し、以後は、イギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦、オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っている。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は、日本を含め、今後は、一気に原子力推進に傾くとの見方も一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば、通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存している。具体的には、昨年2023年の段階で、通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジアではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられる。そして、北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい。いわば大陸国が、主として費用対効果に優れる通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見える。インドの場合は、広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備、警戒に通常動力型の攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は、中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられる。翻って、カナダは、その地理的な位置から、西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているが、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだ。現在のカナダは、かつて、1980年代に、イギリス海軍が、自軍内で、最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けて、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用している。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり、主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦である。同艦は、イギリス海軍においては、1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役。カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行った。現ビクトリア級潜水艦は、イギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だが、兵装は、カナダ海軍では、対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されている。こうした兵装の省略からも、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点では、イギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいる。そのため、カナダの国防省は、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は、2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めている。このカナダ国防省の CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国を、ヨーロッパではフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしている。まず、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を、1通常動力型、2長期間の航行能力、3北極海での運用、4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げている。その上で、現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では、最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆している。
すでに、報道によれば CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われている。先に挙げた潜水艦の使用、1通常動力型、2長期間の航行能力、3北極海での運用、4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応という4点を見る限りにおいては、日本の対艇型は、すべて要件に合致するとの見方も出ている。しかし、カナダ側が、多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなる。防衛省が本腰で開発している次世代レールガン開発に、2024年度の予算が236億円閣議決定との情報をキャッチしました。今回は、世界が羨む日本次世代レールガン開発に、2024年度236億円閣議決定を詳しく見ていきます。極、厚鉄板貫通で開発加速、120連射にも次はトライしていきますね。もはや中国はやめてくれの中国民の声が聞こえてきますね。レールガン開発はアメリカでも中止された非常に難しい開発になっています。AI レールガン開発かな。昨年暮れの2023年12月22日に日本の岸田内閣は今年度である2024年度分の防衛予算案の閣議決定を行い、その額は総額で7兆9496億円と過去の最高額を更新し、今の日本が置かれた安全保障環境の厳しさを如実に示すものとなっている。2024年度の防衛予算案の中でも注目されている使途としては、敵の防空ミサイルの射程圏外から攻撃を行うことが可能なスタンドオフ能力の強化が大きいと思われるが、これも時代の流れを反映したものと言えるだろう。スタンドオフ能力を実現する兵器としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の一二式地対艦誘導弾等の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾などのミサイルの開発と調達に力点が置かれている。トマホーク巡航ミサイル、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに、当初の予定の2026年度よりも1年間配備期間を前倒しして、2025年度分からの調達を目指す方向となっており、ここらかも、喫緊の事態であることが伺える。これらトマホーク巡航ミサイル、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに対地攻撃とともに、対艦攻撃にも使用可能な兵装であり、南西諸島方面における中国軍への対応を念頭に置いたものであることは間違いない。これらのいわゆるスタンドオフ能力を備えたミサイルは、軒並み 900km や 1500km といった従来の兵装の射程距離を大幅に延伸するものとなっており、敵の防空ミサイルの性能の向上に対抗するものだ。従来の日本の陸上自衛隊が装備している一二式地対艦誘導弾は、およそ 200km 弱。海上自衛隊の艦艇が搭載するハープーン対艦ミサイルはおよそ 250km 弱の射程距離であり、これを大きく上回るものとなる。こうした物理的なミサイルの長射程化は、今後もますます進むものと考えられるが、今回の2024年度の防衛予算案の中には、こうした通常兵器の進化版以外にも、将来に向けた新しい兵装の開発予算も盛り込まれている。
そうした将来に向けた新しい兵装の開発予算の中で筆頭に挙げられるのはレールガンであり、従来の火砲と異なり、電磁気力を用いて弾丸を発射するもので、今回の204年度の防衛予算案の中では、236億円の研究開発費が投じられる。これまでに、日本では、陸上に設置した、全長約6メートル、重量約8トン、口径40ミリメートルのレールガンの試作と試射実験を行っており、単発ながら、銃口初速は、秒速で 2000km 超、反復発射を成功させてきた経緯がある。レールガンを実用的な兵器とする観点からは、連続発射は欠かせない要件となるが、これまでの試験では、単発での反復使用とはいえ、課題とされていた発射用レールの損耗が抑えられ、実用化に向けた成果として評価されていた。その試験では、単発発射ながらも、120発の反復射撃が可能なことが確認されたといい、レール素材の耐久性が保持されていると報告されており、今後のレールガンの実用化に向けて大きく前進していると捉える向きが多かった。こうした動きの延長線上で、2023年10月には、防衛装備庁は海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカに試験用のレールガンを搭載して、世界で初となる洋上でのその試射に成功したことを公表、大きな話題となった。試験艦アスカに搭載されたレールガンの使用は、大きさや口径を含めて未公表ではあるものの、動画で発射時の映像が公開されており、やはり、重高初速で、秒速で 2000km を超過し、射程距離もおよそ 200km に及ぶと説明されている。さらに、このアスカの試験におけるレールガンは、発射速度も毎分10発以上であると言われており、これが事実であるとするならば、かなり今後の実用化に向けて大きな一歩となる可能性があると考えられている。この試験艦アスカにおける日本のレールガンの開発が大きな注目を集めた要因は、かつてはその開発で先行していたとおぼしきアメリカが、日本よりもはるかに大口径長射程であったその開発を中止していることが挙げられるだろう。アメリカ海軍では、最終的に、重高初速で秒速 2500km 以上、重量で 15.0kg の銃弾を、およそ 370km の射程で発射可能なレールガンの開発を行うことを目標に、2005年から、その研究を開始していた。このアメリカ海軍によるレールガンの開発には、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社が試作を担当し、合計で 90mm。重量 10.4kg の銃弾を、重高初速で、秒速 2700km 以上で発射することに、2010年末に成功している。この成果は、前述したアメリカ海軍が描く最終的な数値目標の達成にかなり近似値であると見さされていたが、この間にも最大の仮想敵国である中国等が開発を進めているとされる、極超音速兵器に対しては優位性が損なわれたと見された。そのため、アメリカ海軍としては、仮に、使用通りのレールガンが完成したとしても、有用な兵器足りえないという判断を下したものと思われ、既存の VLS、垂直発射艦から、運用可能な迎撃ミサイルの開発に注力するのだと解釈されている。アメリカ海軍が開発を進めていたレールガンも、その銃弾自体の弾頭重量は、15.0kg と、決して大きなものではなく、切れ、故に高速度で打ち出すことが可能となったと思われるが、その大きさで、精密な誘導装置を組み込むことは困難なのだろう。現在の兵器としては、精密誘導による精緻な命中精度を確保することは必須の条件だといえ、レールガンの実用化にこぎつけたとしても、その点で、有用な兵器とならないであろうと判断されたことは想像に難くない。そのレールガンが抱える課題はアメリカ海軍に止まらず、日本でも同様であると思われるため、それを押しても実用化することに利点があると防衛装備庁が判断していることに、今後はますます注目が集まるだろう。日本の防衛装備庁は、レールガンの研究から火砲を変える電気の力からという資料内において、
その将来的な使用用途を一極超音速兵器に対する迎撃、二艦艇及び地上目標への攻撃であると説明している。一極超音速兵器に対する迎撃について、防衛装備庁は、その資料内では、艦艇にレールガンを搭載し、その破壊力によって、極超音速兵器を迎撃する多層的な防空兵器と位置づけており、イラストでは、対空ミサイルよりさらに近い距離での使用を企図しているように見える。また、二艦艇及び地上目標への攻撃については、艦艇への搭載及び陸上に配置したレールガンによって、その高速度を生かし、迎撃の困難な銃弾を発射し、敵の艦艇を貫き通して破壊することを想定していると思われる。これは、具体的には、資料のイラストを見る限り、日本に接近する中国海軍の艦艇を攻撃する一手段として想定していると見され、敵の領域に侵入していくことを前提としているアメリカ海軍の運用とは異なる、まさに防御兵器を施行しているのだろう。また、今回の2024年度の防衛予算案の中には、高出力なレーザー兵器の研究に31億円、高出力マイクロ波兵器の研究に26億円が投じられることが盛り込まれており、主として、無人航空機等のソフトキル兵器を想定していると見される。今年2024年で丸2年を終えようとしているロシア・ウクライナ戦争においても、ロシアの自爆攻撃を行う無人航空機に対しては、迎撃コストの低さから、従来の機関砲が見直されているが、レーザー兵器や高出力マイクロ波兵器は、その上位互換だと思える。防衛省は、2023年度の補正予算案に8130億円を計上しました。その大半は、鹿児島県馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる計画であるという情報が入ってきたので、今回は、この馬毛島の現状について見ていきたいと思います。馬毛島の整備費は、間もなく1兆円に達しようとしているそうです。そうなると、馬毛島の購入代金160億円はなんだか安かったと感じてしまいますね。前述の通り、防衛省は2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円の巨額を計上したと発表しました。鹿児島県西之表市馬毛島へアメリカ軍機訓練を移転するのに伴う自衛隊基地整備経費分として、歳出ベースで2684億円を充当、係留施設や滑走路などの整備のスピードアップを図る見込みです。馬毛島の位置ですが、ロケット発射基地として、有名な種子島の西 12km にあります。住民登録されているのですが、実質的には無人島ですし、用地買収問題などもあったので、ご存知の方もいらっしゃるでしょうね。アメリカ軍再編関連予算は3169億円ですが、馬毛島整備経費は、その大部分を占めています。契約ベースでは839億円、環境調査や詳細検討なども含めた12年度からの予算をずっと積み上げていくと、合計8519億円にも達したのです。24年度予算では、より、一層の上積みが予想されますから、1兆円が、すぐ間近にまで迫ってきているのです。同省によると、工事の進捗に応じて、年度内の支出分が増えただけでなく、人件費や資材単価の高騰で、当初予算の見込みより、経費が増えたということです。工事が順調に進んだため、経費が増えたということでしょうか。物価高は、この工事に限らず、
どこでも同じですけど。24年度予算概算要求では、馬毛島内で、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B 訓練施設の整備を進めるための予算として、約64億円も計上しています。自衛隊の基地は都市近郊にも多く、当然、その周辺には人家も多いので、どちらが先かという問題は無視できません。騒音被害や基地活動と周辺市街地の生活が交差して、双方にストレスやトラブルが生じることになり、機能不全問題が増えつつある状況は知られていますね。そういった状態では、馬毛島のような無人島を活用したり、基地の再配置を検討したり、防衛基地の在り方を根本的に見直す事例になるのではと考える向きもいるようですね。日本の場合は、列車や自動車で移動しても、町や人家が途切れることは大抵ありません。よほどの僻地や山奥でなければ、人間の生活域となっているのです。余談ですが、それが、ここ数年の熊の行動範囲拡大の一因とも見られていますね。でも、一番は、日本の面積の狭さが、様々な点でネックになることが多いようです。国家の公共福祉や防衛政策であっても、国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然です。国民の命と生活を守ることが国防ですよね。しっかりとした対策と保障を行うことが政府の責任なのは言うまでもないでしょう。離れ島、無人島を活用して、広大な EEZ、排他的経済水域を保守管理し、国土防衛も兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るとはいえ、解決のアイデアや対応技術力はいろいろとあるのではないでしょうか。いずれにしても、国土防衛の前線基地はどうしても必要なのだという意見も多々あります。沖縄県、鹿児島県近海では、10月から11月にかけて、いつにも増して、中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しました。またですか、といった感じですが。中国艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が、沖縄本島と宮古島の間の海域を航行しました。1ヶ月後の11月1日には、同じ海域を、駆逐艦1隻が航行。翌11月2日には、フリゲート艦2隻が、鹿児島県奄美大島沖を航行したということです。一方、航空機の飛来回数は100回以上です。様々な種類の航空機を飛ばしたようですよ。こういった活動は一つとして、日本領空や領海を侵犯したものではありません。しかし、中国が軍事力増強を背景に、日本の周辺海域で活発に活動していることは、厳しい現実として認めなければならないでしょう。中国艦船、航空機が、日本の周辺海域で盛んに活動する可能性は、残念ながらこれからも高いと思われます。中国は、アメリカとの軍事バランスを気にかけているので、これからもアメリカへの入り口ともいえる太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できます。防衛省や政府の動きを見ていると、新型 FFM 多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する計画など、驚くスピードで防衛強化に走っていると感じます。なぜこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどという疑問が浮かんでくるのは筆者だけではありませんよね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI の発表によれば、日本最大級の軍艦が2024年、F-35B ライトニングに戦闘機を運用するための一連のテストを受けるため、アメリカ東海岸に来航すると述べました。USNI が言う日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことです。軍艦と言い切ってくれていますが、日本としての反応はどうだったのでしょう？軍艦というものは持っていないことになっているんですけどね。出雲型護衛艦は、2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板の形を改造し、必要な改修が行われた状態で、試験航海などを行っているということです。日本側の視察団は、10月末に、
アメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズ上で F-35B 戦闘機の運用試験を視察したそうです。ちなみに、遊翼とは、艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えるという意味ですから、イギリス皇太子の冠をかぶったこの艦は、ただのんびり航行していたのではなく、仕事をしていたんですね。日本政府並びに防衛省は、2013年、平成25年以降、海地が保有している出雲、片護衛艦2隻の空母化を進め、同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているそうです。2023年現在、F-35B の購入数として42機程度が予定されています。合わせて、運用の飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県ニュータバル基地に配置することも明らかにしています。前述の空母プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているそうです。出雲・片護衛艦でも同じようなテストを実施するかもしれないとも見られているようです。現状、空母加賀は造艦上の各種検査をしていますが、最終的に電子機器テストが終わるとアメリカへ向かうことになるはずです。日本が空母2隻を数年ほどの短い期間、あっという間に改造した能力には世界各国も驚いていると思われます。何と言っても、艦艇建造や改修工事の期間が平均的工期と比べるとずっと短いのです。日本の技術力の高さの証明でしょう。まさか、下請けに無理を強いて納期を短縮させたというブラック事情ではないことを祈りますが。そういえば、この2隻が揃って艦艦式に並んでいるところを想像しただけでも、ワクワクするという意見があるようです。そういった人たちの感覚では、加賀も伊豆、モモ空母としては中途半端と思えるのだそうです。具体的には、戦闘機が着艦できるスペースが非常に狭いとか、船体サイズの割に、戦闘機の格納数が少ないとかの不満があるということです。今後空母を建造するなら、こういった不備はなくしてほしいと絶望しているそうですよ。陸上自衛隊 V-22 オスプレイが初めて洋上での発着訓練を実施したとの情報をキャッチしました。もちろん発着したのは護衛艦伊勢です。今回は初めての洋上発着訓練を詳しく深掘りしていきます。オスプレイが伊勢に発着するのってすごいよ。動いている甲板に発着するのって結構危険なイメージがあるけど、オスプレイは意外にシビアな機体だから結構整備など大変だろうなと考えています。海上自衛隊自衛艦隊並びに、陸上自衛隊陸上総隊司令部からの発表がありました。陸自のティルトローター輸送機 V-22 オスプレイが初めて、洋上の護衛艦伊勢で発着艦訓練を実施したということです。訓練は、9月5日に小笠原諸島周辺海空域で行われました。使用された V-22 オスプレイは、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団第107飛行隊に属する機体でした。今回の訓練に関して伊勢艦長は、本艦は陸上自衛隊 V-22 オスプレイの発着艦訓練を今回初めて実施、陸海共同運用能力の向上を図った。海自は、あらゆる不測の事態に即応するため、統合運用、日米共同運用体制における作戦遂行能力の向上に努めていると述べています。一方、陸上総隊は、海上自衛隊との緊密な連携により、
水陸両用作戦能力を向上させるべく、必要な訓練を継続していくとしています。試験ですが、小笠原諸島もいいけど、尖閣諸島周辺でやってもらったら、最高の緊張感を持って訓練できるのではないかと思うのですが、日本を守る陸、海、空自衛隊には、テクノロジーの域を集めた最新兵器が配備されています。いわゆる空母、航空母艦のスタイルと機能を持った船を海上自衛隊は計7隻保有運用しています。内訳はヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀、日向、伊勢の4隻、輸送艦大隅、下北、国崎の3隻です。これらの艦名は旧国名に由来していることがお分かりですね。7隻に共通しているのは、全通艦板、艦首から艦尾まで続く、平坦で広い艦板を持っていることです。全通艦板は、ヘリコプターやティルトローター機オスプレイなどの発着場として使用されるので、洋上の航空基地とも言えましょう。おお、隅型では、全通艦板を、主に駐車スペースとして使用し、車両やヘリなどを係留し輸送しています。まさに名称通りの輸送艦ですね。これら7隻の艦内の格納庫には、ヘリなどの航空機や車両等を多数収容することができるのです。加えて、おお、隅型では艦内にエアクッション艇 L 脚というホバークラフトが2隻収容されているので、積載した車両や物資や人員を L 脚で陸揚げすることも可能というわけです。この7隻は、甲板と艦内空間を活かし、物品を収納、運搬可能、航空機を飛ばすことができます。ヘリ搭載護衛艦出雲、加賀、日向、伊勢の4隻については、艦内に各種司令部を立ち上げる能力が備えられていて、洋上司令部としても稼働可能です。つまり、専門性と汎用性を合わせ持ち、拡張性も高い船と言えましょう。ヘリ搭載護衛艦ヒュウガは2004年平成16年に建造されました。排水量 13,950 トン、現役艦艇の中では出雲に次ぐ大きさです。全通飛行甲板では、哨戒ヘリコプター SH60 キロを3機、掃海輸送ヘリ MCH101 を1機搭載し、運用できます。艦内格納庫には、最大11機の航空機が搭載できます。洋上航空拠点となり、艦載航空機による海上行動を行い、対潜水艦戦闘が主な任務となります。対戦、対空ミサイルや C4I 情報処理システムを搭載し、護衛艦としての戦闘能力も強化されています。つまり、ヘリなどの航空戦力を持ち、適正潜水艦を狩る能力に長けている艦艇ということです。一方の汎用性は、大規模自然災害時に発揮されることになります。船が災害対応に発揮する特徴は、海から救援する方法です。陸地が被災し道路が寸断されても、海路で被災地域の沖合へ進出し、各種の手段で機上陸できるのです。そして、救援物資搬入、傷病者救護などを行います。護衛艦は、行方不明者捜索や救助活動の拠点となり、同時に沖に停泊した病院、避難所にもなり得るのです。海から助けること、移動可能で自己完結した機能と装備を持つ艦船を使った救援策は、自然災害の多い日本には必要不可欠なものと言えましょう。2011年3月の東日本大震災を振り返ってみます。海自は、発災直後から、稼働可能な艦艇、ほぼ全てを東北地域へ急行。到着した護衛艦等は、即、漂流者の捜索救助を開始。狭い水域にまで侵入可能な掃海艇などは、リアス式海岸の三陸の入り組んだ沿岸部へ入り込み、行方不明者等の捜索に当たりました。輸送艦を発進した L 客は、海岸線に機上陸し、救援物資を陸揚げしました。これらは、艦艇による救援策の一例に過ぎません。翌2012年、神戸市は、広域搬送を主眼とした防災訓練を2回行いました。2月に伊勢、10月には、日向が神戸港に停泊、各々の飛行甲板を、自治体防災ヘリのヘリポートとして、傷病者を搬送。ストレッチャーごと救護所となった艦内格納庫へ降ろし、
トリアージ後に軽症者、中等症者、重症者に分けられた各エリアへ搬送。TMAT、災害時派遣医療チームなどによる必要な治療を受けます。より重篤な傷病者の場合は、別のヘリに乗せて、他地域の医療施設へ急速搬送するという流れの防災訓練ということです。大規模自然災害が発生すると、一度に大勢の傷病者の発生が予想されます。被災地では、医療施設も被害を受けるので、現地の被災した医療施設では対応できないことが多いことは、数多くの災害を経験したことで、国民の多くが痛感したはずですね。こうした状況下で、被災を免れた隣県や遠隔地の医療施設へ、航空機のスピードを活かして広域搬送を行います。広域搬送は、災害救助、救急、医療の急性期の切り札でしょう。南海トラフ地震など、複数の県にまたがる被災が予想される大規模災害の場合、西日本から東日本への大量空輸もあり得るので、日向、伊勢、出雲、加賀、大隅のような全通甲板艦を持つ、多目的に使える艦種を増やすことは、災害対応にも有効でしょう。日本政府は、12月24日、過去最大の5兆4005億円に上る2022年度防衛予算案を閣議決定。この2022年度防衛予算では、海自の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦1番艦出雲、2番艦加賀に、短距離離陸と垂直着陸が可能な最新鋭ステルス戦闘機 F-35B を搭載できるように、改修費用として61億円を計上しました。イギリスの有名な軍事雑誌ジェーン年刊は、出雲と加賀を、日向や伊勢と同じヘリコプター空母と見ています。予算案が国会を通れば、出雲と加賀は、正真正銘の軽空母に近づくことになります。空自が戦闘機を運用するために必要な 2400M 以上の滑走路のある飛行場は全国20カ所だけです。特に、太平洋上では硫黄島にしかありません。このため、出雲型護衛艦を軽空母化し、洋上で F-35B 戦闘機を発着艦できることを目指しているのです。出雲は、2019年度末から、横浜市のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、1回目の改修工事を行い、今年6月末に終了しています。内容は、特殊塗装などによる飛行甲板の耐熱処理工事や誘導灯の設置などでした。伊豆、物事会の大規模定期検査は、1回目の2019年度末から5年後の2024年度末から始まる予定です。その機会に、岩子形状を四角形に変更する工事を予定しています。2回目の出雲改修に向け、2022年度予算での出雲型護衛艦改修費用61億円のうち、若干誘導装置を先行取得する費用として36億円が計上されました。防衛省によると、若干誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したジェイパルス、ズポールスが予定されているそうです。ズポールスは、GPS 衛星信号と管制後方システムを使って、F-35B やオスプレイなどの軍用機を、自動的に安全かつ正確に着艦誘導する全天候型のシステムで、2022年度予算で出雲分を取得し、加賀の分は、後年度に取得する方針です。防衛省は、前述の出雲型護衛艦改修費用61億円のうち、12億円をアメリカ軍の技術支援経費として計上しました。出雲型護衛艦で F-35B の着発艦を実現するためには、アメリカ軍の協力は欠かせません。10月3日、出雲でアメリカ海兵隊所属の F-35B 戦闘機の発着艦試験を初めて実施しました。海上幕僚監部広報室は、取材に対し、この発着艦試験では着艦誘導装置は使用されなかった。理由は、現地の四国沖が改正となる日を見定めて試験を行ったので、着艦誘導装置が必要なかったからでした。出雲改修は、当初の予定通り、2026年度中に終了すると防衛省は見込んでいるようです。出雲型護衛艦2番艦加賀は、今年度末から203億円の予算で、1回目の改修が実施されます。
飛行甲板上の耐熱塗装や監視形状を四角形に変更する工事が実施されるのです。防衛省によると、加賀の回収場所はまだ決まっていないそうです。出雲は、横浜市磯子区のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、1回目の回収を終わりましたが、加賀は、海軸歴地を母港にしていますから、磯子か、五か、注目されるところです。防衛省は加賀の航空管制室の視認性を高めるための工事経費13億円も確保しました。具体的な工事内容は明らかになっていませんが、F35B の発着を踏まえ、管制室の窓部分を拡張、見やすい窓ガラスにすることなど、様々な工事が予想されます。防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲等のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに、日本以外でも、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、
今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの2つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になるとみており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750メートルほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300メートル弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。個人的には、いかに、レールガンの弾丸が高初速とはいえ、飛来する敵のミサイルを迎撃するためには、弾丸自体は未誘導であると思われるため、敵ミサイルの軌道を、いかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は、今後、ますます高速化が予期される、極、超音速兵器をいかに捕捉するのか等し、レーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に、敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高初速を生かした昇降系ながら、比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題、個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに習ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に、電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点は、これまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は、電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば、戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が、
物理的に長い方が砲弾をより加速させ、長射程高威力を実現させる。これが、レールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため、非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても、極超音速に到達する速度で、弾丸を発射可能でかつ、電力の調整で、その性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなれば、ガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と、電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が、出だしから、高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約 6m、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものが、どの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ最初の飛行隊となる臨時 F-35B 飛行隊仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで今回は配備にベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視資格に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊仮称はその任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないフレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は
航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される、初のストブル戦闘機であり、また、必要に応じて、海上自衛隊のいずも型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルヘの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊がその所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンも駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35 A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊は、これまで、艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、いずも型護衛艦で F-35B を運用するためには、これから、海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、いずも型護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に、1番艦いずもに先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。出雲は、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、出雲型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が、F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、
航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では、着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は、有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは、航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言ではないニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として、航空基地攻撃能力は、南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて、策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと示唆する。